い、どうもパチオです。今日はどんな話かっていうとね、今日あった事件について話していこうと思うんですけど、ちょっと前の話でね、あの車のエアコンがガスが切れたという話をしたと思うんですけど、今日ね、まあ8月16日かな、休みがもらえたということで、まあ、昨日までにね、出なきゃいけないやかったっていう予定、出なきゃいけないよっていう予定だった仕事をね、全部終わらしたんで、今日が休みになったんですね。で、今日が休みになったということで、まあ、その車をね、会社に置いてたんですけど、そのガスの切れた車を。まあ、行ってきたわけですよ。行ってこようと思ってね。まあ、ただ、今日はまあ、そういう用事があるんで、どっか出かけて撮影とかは別にしないでおこうっていうことで、まあ、昼までね、ずっとのんびりしてたんですよ。携帯小説とか読みながらね。で、ゲームやって、携帯小説やって、まあ、ね、布団でゴロゴロしながら、昼過ぎまで。で、昼回ってからね、まあ、そろそろ動こうかって、で、動き始めて。で、動き始めた時に、まあ、会社に置いてあるんで、会社までね、台車っていうか、代わりで使ってた車で向かうんですけど、で、いざ動かそうとしたらね、エンジンかかんないっすよ。で、あれって、おかしいなって。で、回しても、なんも、なんかプスンプスンも言わんわけですよ。あれって、そうなんですよね。バッテリー切れとったっすわ。まあ、簡単に言えばね、後部座席じゃねえ、車のトランク開ける扉がね、ハンドアになってまして、まあ、誰が閉めたかっていうのはね、分かっとんですけど、まあ、それはね、さすがに言わんとこうとは思うんですけど、まあ、そのハンドアになった状態でね、まあ、4日間もほったらかししにしとるやね、それはバッテリーも上がるわさ、っていう、バッテリー俺今年交換したばっかのはずなんだけどな、ちょっと勘弁してくれよっていうとこあるんですけど、ということで、バッテリーが上がってまして、まあ、ちょうどね、車の駐車場はね、会社のすぐ隣ということでね、会社にスタートするときの繋ぐやつ、赤と黒の線、あったんで、で、すぐにスタートできて、まあ、今ね、オートバックス行ってきてね、まあ、ガスのね、交換と、エアコンのクリーニング、で、あと、バッテリー交換をね、ちょっとお願いしてきたんですけど、まあ、最悪っすわ、もう僕なんかだと本当にね、ね、2日ぐらい結局、休日出勤という体で働いたんですけど、まあ、休日出勤手当が出るわけじゃないっすわ、うちの会社は。まあ、だけどさ、休日出勤した人工代がさ、もう全部吹っ飛んだわけですよ、車の動向で。まあ、そらエアコンぐらいはさ、自腹で行くけどさ、いや、まあ、基本的にはね、ディーラー持ってってね、やってもらえやね、会社のお金ってことで、タダでやれるんですけど、ただ、17日仕事っすから、明日仕事なんで、明日仕事の時にこれエアコン効いてない車で、岡崎の、ちょっと山奥の方なんですけど、行って、で、そこで仕事して帰ってきて、で、またね、帰ってきたらもう6時なんか当然回ってるもんだから、なんも手出してくれないですよね。あれ、まあ、オートバックスがどうかしら、エネオスとかだと6時なんでね、6時ぐらいまでに行かないと、ね、整備士さんたちはもう帰っちゃうんで、で、そういうわけでやってくれないっていうのは、まあ一応過去に、経験があるんで、で、まあそういう風でね、ね、せっかく頑張って暑い中働いたのにって、まあ頑張って働いたかどうかはなかなか微妙なラインなんですけど、まあ仕事としてはね、人が必要だったっていうだけで楽な仕事ではあったとは思うんですけど、まあこういうことでね、その人工代は無駄にしたと。でね、今年は、まあ今日ね、もう全く何もなかったらもう海に行くっていう可能性もあったんですけどね。まあ暑いのも分かってたし、なんか浜松とか40度だっけ？
行こうかなとは思ってたんですけど、まあ残念ながら中止ですね。まあもう今ね、これ喋ってるのがちょうど2時22分ということで2位並びなんですけど、まあ僕としてはね、朝飯も食ってないんで、これから朝昼兼業の飯を食いに行こうかなぐらいなもんで、まあどっかね、地元のその愛知県の北部の方で何か、まあちょっと YouTube で喋るネタも多少はあるかなとかをね、ネタを探しながら、そう、なんかね、今日はもうあまりにもゴロゴロしすぎて朝のアップすらできてなかったからね、なんか形がなんか形が卑猥なんですけど、これ気のせいですかね、これ形めっちゃ卑猥なんだけど気になった、ネオアームストロングサイクロンジェットス、何だったっけ銀玉のあれ普通のあれだろ、歩道橋ではないけど、なんだ、道路なのか、一応なんかちょっとよくわからん感じのあれなんですけど何のマークだよっていうねそして隣はなんかやたらでかい工事現場。まあもともとなんかね、スーパーか何かでかいのがあったやつをぶち壊して、またでかいのを建て替えてるのかな。看板だけなんか名残があるからね、左、なんか、まあ多分映ってると思うんだけど、これ。看板だけなんか名残があるんだけど、なんで看板壊さんかったんだろうとは思いつつ。新しいのにするのにね、そんな枠が錆びとるようなやつわざわざ残しとかんでいいかなと思うんだけど、なんかシンボル的なあれなのかね。まあそういうことでね、支払いがね、バッテリーが 15,500 円ぐらいだったかな。で、まあ、工賃込みで、まあ、大体ね、16,000円、税金入れりゃ17,500円と。で、まあ、6,000何百円の工賃、そのエアコンのクリーニングが、その6,000何百円プラス、そのガスが1000円ぐらいだったかな。ガスの補充だけではやってないらしいですね。なんか、まあ、それで2万何本になったんですけど、まあ、必要経費ではあるんだけど、ね、人様のハンドアで俺が金払うってのもなんかちょっと不満だよなとか思いつつ、まあそのね、踏んづけたやつが金持ってるわけでもないもんで、クソ貧乏だから、これか、春日井駅だから右折渋滞に捕まっちゃったんだな。俺あれだわ、あんまり知らないもんで、そのこの19号に関しては、どっかのタイミングで出たいな。出たいけどちょっと詰めすぎたな車、また出れないし、まあいいか、もうそろそろ右折なくなるで、もうこのまままっすぐでいいや。まあそんな感じですわ。せっかくのね、休日最後、まあね、普通の人でいいやね、盆休み最後の日だし、僕からすりゃ盆休み唯一の日だし、まあそんなことは言ってるけどね、今月に関しては普通に今のところ日曜日休めてるんでね、まあうちの会社的にもね、まあ休めてる方かな。月3回休めてや、まあ休めてる方だわっていう話になるとね、来週日曜日出勤になっちゃうようなパターンなんだけど、まあ正直ね、このクソ暑い時にね、毎週日曜日出勤っていうのはね、他の会社からも結構ビビられるんだけどね、いや、ないっしょ、それはっていうね、交代にしやよって言われるんだけど、まあね、やれることやれないことの差はあるからね、一応、マルチに活躍してるんで。まあ、そんな感じで終わっていきたいと思います。じゃあ終わりにします。以上、パチオでした。バイバーイ。